はいどうも、ダークネスローズです。はい、こんばんは。えっと、今日何日えーん、19日か。えっと、水曜日ね。うん。はい。うん、まあもう週の真ん中になるけど、えっと、皆さんお疲れ様です <laughs>、はい。えっ、ー、とね、 今日はね、あのー、まあゆっく,ゆっくりは、まあ昨日、一昨日かにアップし、あ違う、<laughs> ゆっくりは昨日上げたんか <laughs>。やけど、まあまあまあそれぐらいのことで、まあ特に、その、上げることもなく、まあえっ、ー、とね、昨日、えっ、ー、と、ゆっくりのね、第第二十一話をアップした後に、えっ、ー、と、まあ今後の展開とか、まあいろいろ考えたりとか、新しいオリジナルのゆっくりをちょっと、 加工ししたりとかかようかなとかまあ加工したりしてたんやけどまあちょっとうまくなんか決まらなくてまあまあそのままなんとなく時間が過ぎていってまあ疲れて寝てしまったっていう次第なんやけど <laughs> はいまあ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 それはいいとしようよ <laughs> それはいいとしようよっていう感じではいえっとーまあ まあね、21話まで進んでねえっ、ー、とあと、まあ、22多分ねもう今までずっと多分多分できたけどまあもうほぼほぼ2222 22で終わりってことはないから23ぐらいで終わりないよもうえっ、ー、と東方議対局に関してはまあ次のまたお話はもう準備してあるけどえっ、ー、ともう次で終わり次っていうかまあ次の次の方 あれでまあ結構ねあのモチベが低下することがまあ去年の後半も含めて多くてなんかもう進まない時期が多くて今回の21話に関してもえとほぼ1ヶ月空いちゃったしでまあその前の20話にしても結構間が空いたんかな多分1ヶ月 1>, 1ヶ月は空いてないんかもしれんけど23週間空いてない気がするしまあその前なんか1回それこそ2ヶ月ぐらい空いちゃったこともあったしねだからねまあちょっと更新頻度がかなり下がってるんよねんでまあその登録者うんぬんのモチベがどうのっていう話を前にそのネタショート茶番みたいなちょっと,ょっとした小ネタのやつでそのロズくんがレイムちゃんに「 あの登録者減っちゃったんだよみたいな話をしててそれでなんかモチベーが下がったみたいな話を多分してると思うけど正直本当の理由はそれじゃないんよ別にその登録者が2人1人2人減ったぐらいでモチベーが下がるとか上がるとか多分ない多分っていうかまあほぼ確れない多分下手したらだから多分それはないけどまあ増えたら上がるのは確かないけどねその。 登録者が1人でも2人でも増えたらまあそのモチベーが上がるのは確かないけど減るのはねあのー、登録を解除してる人よりも単純に赤が消えてる場合とかの方が多かったりするんでだからそんなには気にしてないんよねはいまあまあまあ一応あれはその演出としてねそういう風に言わせてもらったんやけどうんはいまあそんな感じかな まあゆっくりに関してはそんな感じ。まあ、実写に関しては多分ね、今月なのか来月なのかわからないけど、のねそのねそ実写の動画に関しては、うーん先月みたいに3本も、先月っていうか、まあ、去年のね年末みたいに3本も上げるなんてことはまあ無理だと思う。無理っていうか その時間的には全然作れるけどそのネタがないからその3本ともなんかグダグダで似通った話になっちゃうんで今回はね一応それぞれテーマ3本ともねテーマを分けてしかも3本撮りにもかかわらずちゃんとテーマ分けて話せたからまあ多少成長したかなって自分でも思ってるけど多分今回同じことしたら同じような話を3個4個続けちゃうんでそれじゃあ意味ないかなって思うんでね。はい まあそんな感じかなうんもうね最近ね「ぎゅうぐうじょう」とかその「ウィンウィンウィン」とかそういう系の話しかしてないからまあ昨日もなんかそんな話したようない気がするけどそれしかしてないみたいな話多分昨日もしたと思うけど、うん、そ,それ関連の話ばっかりやからなあんまり良くないかなと思って、うん、自,自分の活動の話をしていこうよっていう <laughs>。 まあ、まあね正直ねブーストしたい気持ちがあるんよねそうやって話題のネタに切り込んだ方がその登録者も人を寄せにもなるしって思う気持ちもぶっちゃけあるんで、ね、そ,のその辺のバランス感覚また難しいよねあんまりそういう話題性の話ばっかりしてても正直ね俺がするその話にそこまで興味なかったりする人もいたりその俺のリスナーでウィンウィンウィンとか、まあ、宮迫さんとか。 なんだろうその辺に興味がない人もまあ多いだろうしちょっと難しいんよな、はい、まあまあまあでもまあそんな感じでね、まあ、いろんなお話をしながらいろんなゆっくりを作りながら、まあ、実写の動画も撮りながら中には企画的な動画も作りながら、まあ、徐々にね上に上がっていこうと思うんでよろしくお願いします。イ、は、イ、い、ネスローズでしたバーイ